はい、こんばんは。本日は2020年3月19日、ウェブ朝倉学校の、天体の後半をやりたいと思います。それでは、こうですね。で、まずちょっと皆様に大切なお知らせというかなんですが、船橋市内の、コロナウイルスの発生、これまで1例だったんですが、私の公式サイトに詳しく載せていますが、本日2例目が報告されました。で、これ1例目から発生した追加感染ではなくて、全く別に2例目が発生しておりますので、引き続き警戒が必要だと思います。公式サイトの方でご確認ください。それでは本日の話、後半の話ですね。で、後半発展編って言うんですが、ちょっと前半の準備、前半の準備にちょっと時間がかかったんで、後半は発展編と言いながら基礎的なことをやりたいというふうに思っております。あれ、指が大丈夫ですよね。はい、スライドショー最初から、はい、地球と月の基礎と、地球というか太陽ですね、太陽と月の基礎ということで、やりたいと思います。で、先ほどの前半の話のちょっと続きというか、確認をせっかくだから、さっきこの図をお見せするのを忘れたので知っておきますと、これが大体の春夏秋冬とそれから星座の関係を示した図です。で、太陽があって地球が反時計回りに、北極星人から見た時にこう反時計回りに公転してますね。そしてこの自転も反時計回りにしてるんです。で、そして太陽からちょうど真後ろの位置が深夜の位置になりますので、こうですね。で、つまり冬至の時の深夜はここの位置で、その時によく見える星座がこの位置にあるオリオン座とかおうし座です。そして3月はこの深夜の位置がここで獅子座がよく見えると。そして6月はさそり座がよく見えると。で、秋は秋分の日あたりは獅子座がよく、あれ間違い、これペガスス座がよく見えると。これまずいですね、後で直して。ペガスス座です。はい、という形になります。はい、それでは太陽系の仲間について、簡単に見ておきたいと思うんですが、水金地下木土天海ですね。で、私の時代は冥王星、水金地下木土天海冥と言ってたんですが、冥王星は小さすぎて、惑星とみなさないということになりました。準惑星となりましたので、最近これが外されたと。で、あともう一つ理由がありまして、冥王星の衛星のカロンというやつが結構やはり大きいものだったんで、やっぱり冥王星がちっちゃいところが基本ですけれど、天体から惑星から外しました。で、そうしますと内側4つと外側4つに分かれるわけですが、内側4つの惑星のこと、水星、金星、地球、火星のことを地球型惑星と言います。岩石中心で密度が3から5ぐらいの、グランパー立方センチメ、あれ、立方センチメートルぐらいの密度になっております。で、一方、木星、土星、天王星と海王星は、木星型惑星といいまして、ガスとか氷が中心です。密度は非常に低いということですね。大きいやつが密度が低くて、小さいやつは岩石系で密度が大きいということになります。さて、それでは太陽のことを言っておきたいと思います。実は今問題になっているこの名というのはこの形から出たんですが、太陽は中心部が1600万度ぐらいの、核融合反応が起こってまして、水素原子4個の原子核が融合し、ヘリウム原子核ができる核融合反応の際、失われる質量が失われた分のエネルギーが転換されて、太陽の熱になっているわけですね。エネルギーになっていると。で、現在は水素が 90%、ヘリウム 10% という状態です。で、自転もしてまして、
27から30で自転をしていまして、直径が140万キロメートルぐらいです。で、地球からの距離が 1.5 億キロメートルということですね。そして時々吹き出ているのがプロミネンスなんですが、この周りの方、その、ところがコロナですね。コロナ、100万度ぐらいの温度があると。で、太陽表面で比較的温度が低いといっても、それでも4000度あるんですが、これが、表面は6000度ぐらいで、黒点は非常に低いとはいえ4000度の温度があるという。まあ、ただこれよりも低いために黒く見えるということですね。さて、それでは、本日は完結版で、これで最後のスライドということになりますが、次のスライドは違うよな。あ、次もあるか。同じようなスライドがありますけど、まあ、日食と月食と太陽との関係について、これ実は、数学の比例で綺麗に説明ができるところがあるので、ちょっと考えてみたいと思います。で、まず地球と月ですね。月は、大体直径、まあ、半径で言ってもいいんですけど4分の1なんです。地球の直径が1とすると、月の直径は4分の1です。で、太陽の直径は実は、まあ、地球の100倍なんですね。で、地球はそもそも地球の直径っていうのを計算って分かりますか？地球の直径というのは、地球は円周が4万キロなんです。まあ、ほぼ4万キロです。で、なぜかというと、そもそも、北極から赤道までの長さを、1万等分したものを 1キロというふうに定義をしたんですね。もともとの定義が、そういうふうにしてキロメートルを定義しましたので、北極から赤道までが1万キロ。で、そうすると、今度赤道から南極までが1万キロで、半分がまた反対側に戻ってくると1万キロ1万キロで4万キロです。で、4万キロを 3.14 で割ると直径ができますので 1.5 万キロメートルで、半径が、6500キロメートルということになりますね。6500キロメートル。で、太陽はちょっとさっきちらりと言ったんですが140万キロです。で、そうすると 1.3 万キロの約100倍ですね。ということで、非常に簡略化すると直径が4分の1対1対100なんですね。それと非常に面白いことに、これはまあ歴史の偶然、まあ歴史とか宇宙の歴史の偶然なんでしょうけど、太陽の直径じゃなくて、太陽の地球からの距離が 1.5km です。1.5km。そして、地球と月の距離が38万キロメートルです。で、38万キロをだいたい4倍すると150万ということになりますね。150万を、ちょうど100倍すると 1.5 になる。つまり、これとこれは1対400の関係です。そうすると、実はここが1。で、ここが400ですので、これ100対4分の1、つまり400対1なんですね。で、そうするとちょうどこの月で隠れる点が、まあ、非常に狭い範囲の地球上にある。これが日食という現象ですね。月の影に太陽が隠れるという現象です。一方、月食の方は、今度太陽に対して、月が地球の影になるということですが、これは比較的余裕があるんですけど、まあ、太陽の光が月に当たらなくなる。まあ、実際はちょっと、こういうふうに、なんていうか少し、屈折して入ってくる光がきますので、月が、本当に真っ暗くなることは少ないんですが、まあ、赤褐色色の満月に見えるという形になりますということですね。はい。それで、先日というか、もう、確か5年ぐらい前でしたね。日食がありました。で、その時の日食は、月の、日食はいいですか？この月の影に太陽が入るということですね。で、この、あるところは太陽が完全に見えなくなるはずということだったんですが、実際は、位置によって、まあ、日本で見えたのは、この、月が太陽を完全に隠しきらずに、まあ、この形ですね。その周りの、
縁だけは見えた形になりましたという形です。ということで次の日食は皆既日食は2035年、まあ、あ、そうか、あの太陽の本体部分は隠れたんですが、やっぱりコロナの部分とかが、まあ、見えてきたわけですね。でその次の皆既、日食は2035年の9月2日だそうですので、まあ皆さん頑張ってこの日まで見るようにしましょうということで、はい、ということであります。はい、簡略バージョンで後半はこれにて終わりにいたしますけど、明日もっと身近な太陽の公転と季節の話をいたしますので、まあ、ぜひご覧いただければと思います。あ、ということで明日はこうですね。明日さっき予告したように祝日ですから、本当これやらない予定だったんですが、ちょうど春分の日ということもありますので、地球の公転と季節の話を20時からやりまして、21時から初めての試みで遺伝子とは何かという対話型というのは、あまりスライドの枚数は増やさずに、じっくり一枚一枚を、皆さんにお示ししながら、コメントに質問とかを書き込んでいただいて、その私がこのコメントを見て解説をしていくという形で、初めての対話型のやつをやってみたいと思いますので、まあ、ぜひ明日も、ご覧いただければと思います。はい、本日はご清聴ありがとうございました。